鹿島市浜中町八本木宿は、佐賀県鹿島市にある重要伝統的建造物群保存地区。鹿島市浜町の一部、約6.7ヘクタールの範囲である。鹿島市浜中町八本木宿は、田良街道の宿場町であった、比前浜宿の一部であり、佐賀県鹿島市浜町を流れる浜川の砂岸に形成されている。近世の宿場町から、江戸時代中期頃から、 盛んになった酒などの醸造業を中心に発展した。町の中央を通るタラ街道を中心として、両側に防火構造のいくら作りや、三川ラブキマ壁作りの町や、土蔵作りの酒蔵、武家住宅、洋風建築などの近世後期から昭和に至るまでの様々な時代の多様な建築が連なっている。現在も、福地を酒造、後部酒造場、 峰松酒造場の三つの酒蔵が製造を続けており、通称、酒蔵通りと呼ばれ、白壁の建物が美しく保存されている。春には、酒蔵ツーリズムというイベントが開催されている。2006年7月5日、浜川の対岸にあり同じく、秘前浜宿の一部である、鹿島市浜小津町浜金山町と共に、重要伝統的建造物群保存地区に選定された。 宿命省、鹿島市浜中町八本木宿種別、醸造町選定年月日、2006年7月5日、選定基準、伝統的建造物群が全体として、意匠的に優秀なもの面積、6.7ヘクタール。ありがとうございます。